いや、やっと体育の授業始まるな。いや、やっと来たな、体育。いや、待ちに待ったよ。あれ、今日ってさ、体育館だっけ？うん、今日確か体育館。だよね。よし、行こうぜ。行こうぜ、行こうぜ。よし。よし。うわ、ちょっと待って、やばい、体育館めっちゃ暑い。え、ちょっと待って、暑すぎない？マジかよ、え、これで体育やんの？冷房効いてない体育館暑すぎる。いやー、暑かった。よし、着替えようぜ。あ、その前に、これこれ。よし。使おう。あー疲れた。あーっちぇ。あ、何、高橋も持ってんの？いや、もちろん持ってきてるよ。うわ、ギャッツビーのアイスタイプじゃん。いや、マジでやばいよ、これ一瞬で寒くなる。あ、俺はさ、このあのメンズビオレってやつ、これめっちゃいい匂いだから。あー、いいね。あー、俺もそれ好き。ちょっとせっかくだし1枚交換しようぜ。あー、いいよいいよ、交換しようぜ。制汗シートみんな常備。え、待って、さすがに体育飲み物持ってかないときつくない？いや、さすがに飲み物ないとやばくない？だよな。ああ、持ってくわ。ああ、これキンキンに冷えてるから。よし、この辺に水筒を置いておくか。よし、えい、ナイス。 あっちー。あ、そうだ、さっきあそこに水筒置いといたんだった。よし、ちょっと水分補給しよう。よっしゃー、めっちゃ喉乾いた。うわ、ぬるっ。水筒の中身すぐぬるくなる。待って、マジで暑すぎる。あれ、高橋大丈夫？おおお、高橋大丈夫？先生、高橋が倒れました。え、マジで大丈夫？暑い、やばい。おい、高橋大丈夫か？頑張って立て。よし、保健室行くぞ。あ、暑いっす。あ、すごい暑い。これ多分熱中症だ。熱中症になる人続出。はい、そしたら、ちょっと暑いんで早めに終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。おい、高橋、高橋。ああ、田中どうした？ちょっともう汗もやばいっすさ。もう更衣室で着替えない？ああ、そうだな、更衣室行こう。ああ、暑い。くっさ！ああ、暑かったー。くっさ！